ドラールデ・ゾルモはカナダのケベック州のモントリオール地域にある都市。略称は DDO。モントリオール大都市圏に属し、人口は2016年時点で48,899人。1924年に設立。1960年代以降に宅地開発が進み、緑豊かなモントリオールの郊外として発展を続けた。 人口は2016年時点で48,899人で、モントリオール島内の自治体の中では、モントリオール市に次いで人口が多くなっている。また、住民の大半が英語を母語とする英語圏の自治体である。2002年にモントリオール市に九州合併されたが、2006年には離脱して再び独立した自治体となった。市名の由来は、 ヌーベルフランス時代に活躍したフランス人殉教者のアダム・ドラール・デ・ゾルモー。ユダヤ系住民が多く住み、市内には緑地や公園が多い。ドラール・デ・ゾルモーの銅像モントリオール島内に属している。北側と東側をモントリオール市に接している。2016年センサスによる人口は48,899人であり。 近年の人口増加率はほぼ横ばいが続いている。2016年の統計による住民の家庭で話される言語の割合はフランス語が16.1%に、対して英語は60%と過半数を占める英語圏の自治体である。モントリオールと西部の英語圏であるウェストアイランドに属する複数の自治体の中では最も人口が多い。その他の言語も20%となっており。 多言語社会となっている。英語圏ということもあり、モントリオール島内の自治体の中では、例外的にストップのみの標識が見られる。2011年統計では、ユダヤ教徒の割合が全人口の5人に1人の21.1%を占めている、島、ハンプステッド、コートサンリュック、ウエストマウントに次ぐ、ユダヤ人集中地域となっている。市内には、 シナゴーグやユダヤ人学校がある。モントリオール大都市圏交通局の近郊列車のドゥ、モンターニュ線のサニーブルック駅が設置されている。2021年には近代化した無人電車の REM として開通予定。市内バスは STM が担っており、モントリオールと一体化している。ありがとうございます。